力粉、水、卵、牛乳、天かす、ネギ、紅生姜、そしてタコ。花丸、たこ焼き器置くからちょっと材料どけて。わかったずら。よいしょっと。あ、カナタからだわ。他のみんなとも合流したから今から全員で来るって。楽しみだな、たこ焼きパーティー。たこ焼き食べるの花火大会の時以来ずら。みんなが来たらすぐ始められるように準備しておくわよ。花丸、手伝って。任せるずら。よし、計量も切り分けも全部済んだわね。で、花丸、何してんの？頭の中でたこ焼きをひっくり返す練習してるずら。手首をちょいちょいっとやってくるくるっと。イメトレじゃなくて実際にやってみればいいじゃない。全員集まるにはもう少しかかりそうだし、ちょっと練習しましょう。ちょいちょい、とりゃ。ああ、ぐちゃってなっちゃったずら。もう少し焼いてからひっくり返すのよ。早く食べたいからって慌てちゃダメ。落ち着いて待ちなさい。もういいずら。うん、いいわ。穴をなぞるみたいに生地を剥がしてひっくり返す。形を整えるように何回か回しながら、いい感じに焦げ目がつくまで焼くのよ。形を整えるようにくるくる。あ、なんかボロボロになっちゃう。余計な力が入ってるのよ。軽い感じでこうやってくるくる。うわー、ニコさんのたこ焼き綺麗ずら。こんなもんかしら。はい。マルにくれるの？ありがとうずら。いただきます。はん。のカリンみたいね。私は花丸の作ったやつをもらおうかしら。いただきます。あ、見た目は微妙だけど味はまあまあ。ニコさんもハフハフしてるずら。うっさい。まあ手つきは危なっかしいけど筋は悪くないわ。あとは慣れね。練習あるのみ。はい、みんなにも美味しいたこ焼きを食べてもらえるように頑張るじゃん。